はい、ということでですね、今回は、京都旅行をですね、Vlog で上げていきたいと思います。で、今からですね、まあ、大阪から京都駅に新幹線で15分ね、1駅で向かうところなんですけども、新幹線ね、まあ、僕毎月3回から4回ぐらいはね、乗っているんで、まあ、15分ぐらいの移動だったらね、いつもはグリーン車なんですけど、ちょっと普通車で移動しております。はい、で着きました。で、京都駅でスタッフたちとね、合流して、アルファードですね、レンタカー借りて、今からスタートということですね。ちなみに僕は免許持っておりません。はい、ということでね、休憩地点で、こちらでですね、まあ、サービスエリアみたいなところで、まあ、海鮮丼ですね、いただきました。でもね、プラスラーメンっていう形で、炭水化物のオンパレードでですね、はい。で、まあ、プラスアルファで、まあ、エビとかですね、海鮮とか、結構サイドメニューいっぱい頼んで、まあ、みんなでシェアしながら食べたんですけども、まあ、めちゃめちゃ美味しかったですね。はい。今年一海鮮頬張りました。ということで、早速ですね、夕方ぐらい、4時ぐらいですかね、天の橋立のふもとの駐車場にね、車を止めて、今から、リフトに乗って天の橋立の景色をですね、展望台から眺めに行くところです。はい。やっぱね、日暮らしのですね、まあ、鳴き声がすごい聞こえてきて、ザ・夏っていう感じでね、本当に、まあ、天気も良くて最高のね、日でした。だめちゃめちゃ暑いんですよね、天候がね。で、暑いので、ここでですね、かき氷ですね、を食べながら、まあ、リフトまでね、歩きながら、まあ、向かっていきます。かき氷とかね、マジ5年ぶり食べましたね。はい。まあ、ちなみに僕、かき氷食べるときは、決まってメロン味を頼む方なんですけども。はい。ということで、ここが、まあ、天の橋立ビューランドっていうね、リフトの乗り場ですね。まあ、僕、リフトはですね、スノーボード昔やってたので、その時はめっちゃ乗ってたんですけど、今回かなり3年ぶりっていうことで、これがね、また怖いんですよね。リフトって皆さん乗ったことは多分ある方多いと思うんですけども、これ揺れるじゃないですか、揺れるんですよ。で、シートベルトないから、ね、めちゃめちゃ怖くて、僕、ガクブル状態でカメラね、もうこれギリギリで回してる状態です。だから怖くて、本当は後ろを振り向いたらめちゃめちゃ景色綺麗なんだけども、こうやってね、顔こわばりながらですね、スマホ落とさないようにして動画をね、撮っています。まあこれめっちゃ今ビビってますね。多分僕最近気づいたんですけど、高所恐怖症なんじゃないかなっていうね、あの疑惑が出てるんですけども。はい、ということで、まあ、展望台到着いたしました。めちゃめちゃ綺麗ですよね。この景色、一望の眺め。これがね、まあ、天の橋立てっていう形で、まあ、島がですね、一個の橋みたいな形になっているっていうね、まあ、日本三景にも選ばれているあのぐらいの名所なんですけども、ここが、展望台ですね。はい、いやー、これ本当にね、天気良くて、マジで本当に良かったなと思いますね。はい、ということで、まあ僕らもね、情報発信者として結構インスタグラムとかでもね、リールとかストーリーにアップするように動画とか写真たくさんまあ撮ったりとかね、しているんですけども、まあなんだかんだ30分ぐらいね、動画とか写真撮ってましたね。はい。やっぱさすが日本三景というだけあってね、景色めちゃめちゃ綺麗ですけども、僕天の橋立自体はね、今回初めて来たんですよね。まあ、松島とかですね、他日本三景行ったことあるんですけど、ここは初めてでした。で、最後ね、展望台のさらに上のですね、まあ、この高台ってとこ登ってみたんですけど、やっぱね、高所恐怖症なんですかね、めちゃめちゃ怖くてですね、もう僕だけめちゃめちゃビビってましたね。そう、まあ、タワマン住んでるくせに高所恐怖症っていうですね、もう本当高いところがね、昔からあんま得意じゃないんですよね。まあ、でも景色はすごい綺麗なので、まあ、頑張ってスマホ落とさないようにですね、学部状態でもカメラは回し続けましたけども。はい。で、終わりですね。で、まあ、展望台からまたリフトに乗って、ふもとまで戻る途中ですね。まあ、これ帰りもね、リフトめちゃめちゃ揺れるんですよね。まあ、すごい怖かったです。はい。これスマホ落としたら一発アウトですね。はい。という形で、まあ、1日目はね、天の橋立を観光して終わりということでね、まあ、一泊京都市内のですね、まあ、宿、温泉宿に一泊をしてっていう形でね、この日は終わりました。で、これ次の日ですね、次の日の、まあ、お昼11時ぐらいですかね、京都の伊根町というですね、まあ、日本のベネチアと言われるぐらいですね、まあ、船での移動がですね、結構有名な、まあ、観光名所で、まあ、漁業とかもね、結構盛んな地域になります。まあ、昔、僕も大好きよく見てたテレビ番組で、千鳥の相席食堂っていう番組でもですね、特集されていた地域なんですけども、まあ、ここでね、スタッフメンバーと一緒に、まあ、ご飯、お昼ご飯、ランチですね、まあ、ちょっとオシャンティーなカフェがあったので、まあ、そこで、まあ、これ2階ですね、まあ、海がすごい一望できるカフェで、まあ、先に席を取ってですね、まあ、4人でね、今日来てるので、ちょっと動画とか写真を撮ったりしてという形でね、結構景色綺麗ですよね。2日目もね、ちょっと午前中曇ってたんですけど、昼過ぎからこういう感じで晴れてきてね、良かったです。
はい、でメニュー注文してまた2階に戻るっていう感じなんですけども、まあ、本当に昔ながらっていう形のですね、まあ、あの古き良き趣のあるね、まあ、カフェみたいな形で、まあ、落ち着きますね、うん、はい、という形でお昼ご飯を待ちながら、ゆったりと海を眺めながらという形で来ました。こちらがですね、まあ、マグロと、そしてアボカドたっぷりのポケ丼ですね。まあ、僕アボカド大好きで食べる美容液って言われるぐらいですね、やっぱ美肌効果も高いこのアボカドたっぷりのポケ丼マジで最高です。これをもうたっぷりスプーンでですねすくい上げてですね、まあ、頬張ります。めちゃめちゃ美味しかったですね。はい、でランチ終わった後はこれ入場料300円ぐらいで入れる、まあ、船小屋みたいなとこなんですよね。でここで結構漁師さんとかはですね網釣り漁業とかされてるみたいなんですけども、まあ、ちょっと動画撮りたかったんでね入場料払って入らせていただきました。はい、でここからでもすぐにあの船に乗ってですね漁業に出られたりとか船でできるような、形になってますね。で最後はですね帰り方これ夕方4時ぐらいですかね、遊覧船に乗って、まあ、カモメにねこれカッパエビセンあげられるんですよ。カッパエビセン100円で売ってるんですよね。であげながらっていう形でカモメさんすごい可愛いんですけど、タカにですねタカには注意してほしい。タカにね指かじじられます。はい、マジ痛かったです。はい、ということでですね、まあ、1泊2日の京都旅行はこんな感じでしたということで、まあ、少しでもね、ゆったりと楽しんでいただけた方は、いいねボタン、チャンネル登録、ぜひね、していただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。